はい、どうもこんにちは、プロボーラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日ね、全日本女子のミディアムを投げてみたいと思います。もう多分これ配信する頃にはね、予選のミディアムは終わってるんじゃないかなと思うんですが、女子の準決勝もミディアムなのかな、ということで、今から投げてみたいと思うんですけども、男子がね、全日本ミディアム、ちょっと女子のパターンと違うんですが、予選で投げたミディアムと、見てる限りではね、準決勝のミディアムが同じメンテなのに全然違う風に感じたと思うんで、女子もひょっとしたらそうなるんじゃないかなと思って、今から何も知識のない水谷、練習1球もしてないので、このパターン表を見ながら投げてみたいと思います。41フィートの 26.5mm、プロデジーということで、板が違いますけど、うちのオイルもたまたまプロデジーなので、うまいこといけるんじゃないかなと思います。3.79:1 ということで、まあ、男子に比べると優しいんですけどね、どうなんでしょうね。東山とグランドボールさんの板がわからないので、投げたことないので何とも言えませんけど、まあ被災ボールでの私なりの見解で投げてみたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください、どうぞ。はい、それでは行きたいと思います。ボールはね、まあ、対象コアのソリッド選んでおきましょうか。パワートルク41フィートなんでね、どこら辺だろうな、展望度ぐらいかな。やっぱりちょっと軽くまず試し投げ、ほんまに1球も投げてないからね、これ。どう？57、あ、倒れた。ちょっと走りましたね。まあ、スペアはもちろんのことでスペア用です。もうこういうね、スポーツコンディションで1投目のボールでスペアはほぼいかない。しかしまあ、男子の全日本ではスペアをよくミスりましたよ、恥ずかしいけど。めちゃめちゃスペアが難しかったね。やっぱりスポーツコンディションになるとスペアが取れない、みんながみんな。はい、じゃあまず1フレはちょっと薄かったのでアジャストしたいと思いますが、基本 3.79:1 なら激ムズとは思わないな。はい、いきます。これぐらいちゃうね。だいたい想像つくもんね、あのパターン表を見たら。まあもちろん外にはミスれないと思いますけど、中にもミスれないと思いますけど、ポケット行く道はある程度簡単に見つかるんじゃないかなっていう気がするな。まあこの前男子のね、全日本投げたところなんで、優しく感じてしまうんですよ、どうしてもね。これだけいきなり投げたらまあ難しいと思うんですけどね。まあ審査山さんのミディアムは泣きそうやったね。てか泣いてましたけどね。これ返ってくる？こういうことね。ちょっと外へ触れると抜けるから、あそこが抜けちゃうんなら対象コアはやめようかな。って言っても僕今指穴ね、直したボールが4個しかないんで、ちょっとくすんでる方でいこうか。よいしょ。フィジックス SE 1000番サンディングで、同じら辺のところをちょっと攻めてみましょうか。この辺どうですか？ちょっとカバー弱すぎますか？カバー下げたらダメっぽいね。上げましょうか。やっぱ抜けちゃいますね。オイルが 26mm あるからやっぱりオイルあるんやね。はい、スペアボール。あー、もうこういうミスしたくないのに。アキュライズ8、これが今持ってる中で指穴直した中で一番噛みますので、
今のラインこれが曲がるかなどうかなっていうところですけどね、まあ、打ちミスは多分折れるから打ちミス専用にこれぐらいかなね、うん、あの辺が多分パターン1でしょうね。あれが曲がれへんかったら外からクロスか中絞るかになってくると思われるんですけど、僕なら今のラインをボール合わすかな。まあ試合だったらもちろんもっとねたくさんボールチョイスできるようにしてるから、いつもの強めのボールでタイトに攻めるかなというところもね。はい、OK。 さあワンダボワンイージー190ペースどうしようかな。まあもうちょっとガサガサ掘りたいけど、パターン2行きましょうか。まあ僕ぐらいの曲がり幅やったら女の子たくさんいるからね、参考になるかならへんかは別問題として、パターン1、8から10ぐらいでしょ。パターン2やっぱり15枚ぐらいからちょい出しぐらいと思うんやけど、こういう感じかな。これ返ってくるね、あれパターン2ぐらいですね。41フィートっていう長さが微妙なんで、今みたいに15ぐらいを突き出して先だけちょっと動かすっていう感じになると思うんですけど、まあ油の量はねやっぱさすが26ミリっていうだけあって、随分とトラックついてくるんで、今のラインもありかなという方ですね。あそこ投げ取ってレーン削れてくるの待つべしっていう選択肢もあるんじゃないかなと思いますね。危ないよ、取れたけど、あれが新狭山なら曲がって落ちてると思う今日この頃です。パターン2がちょっとストライク出んかったが悔しいな。あそこザラザラやろな、もう投げるんやったら。これ今4000番のサンディングっていうね微妙な位置づけの表面加工なんで、光ってはないけど曇ってもないみたいな感じなんでね、もうちょっと平行に右寄ってみようか。13枚とかどうやろ。13枚ぐらいとかどう。ああ、ありかもな。これがパターン2ぐらいじゃないかなと思いますね。もう自分の曲がり加減をフッキングだけ合わすっていう感じですね。どうしようもなくなったらもっとインサイドか。ちなみに男子で僕が投げたとこって言うたら20枚ぐらいなんですよ。20枚ぐらいからもう20とか22ぐらいから13直撃ぐらいの角度ですね。こういう感じのとこを投げて、ちょっと今直球やったんですけどね、震災山ではあの辺がボールを合わせたらポケット一番行きやすかったかな。僕ミディアムが一番点数出たんで、なぜかしら一番難しいはずやのに投げやすかったんですよね。でこれバケット先見せたかな、この集中して立ち位置1枚だけアジャストしたいと思います。チョップしないでくれ。あ、やばい、またや。ふう、1枚アジャストしてよかった。うん、これパターン3ですね。20枚ぐらい、女の子でここまで入ってくる子なかなかいないと思うんですけどね。でも誰もが投げてないとこ投げたから得な時がありますやん。どうせ壁ができへんねやったら誰も投げてないラインを投げた方が我が道を行けるんでね、こんだけ幅のないレーンやったらね。はい、行きます。あー、出過ぎた。これは戻らん。多分今単純に立つ位置間違えましたね。あー、急振れにノーヘッドはちょっと嫌だな。でこういうのもやっぱりスペアボールでね、
確実にっていう風にずっとやってましたけどね、全日本の時はね。まあ、こういうピンがね、もうスプリットに感じるぐらい難しかった実際問題ね。こういう感じでスペアをしっかりと拾っていって点数をメイクしていかないと上位にはいけないでしょうっていう感じですね。多分大外投げるとこのレーンなら打てるんですよ、これ被災ボールならば。普段が乗ってないから曲がっちゃうのでね。まあ最悪大外クロスっていう線もあると思うけど、どうでしょうね。もうザラザラで外から削っていくっていうのも戦法としてはありやなと思うんですけど、こういうとこねありやと思うんですけど、今被災ならあそこ掘れるけど、東大和さんがどうなのかなっていうとこですね。あそこ掘れるんならあそこですよ絶対に。さあ外から掘ったらピン倒れるんやからね。ボール的にはなので良さそうですねこれね。かパターン3のパターン4かな、5まっすぐとかね。5まっすぐとかね、こういうとことかこれは多分ただの被災ボールの出入りですね今のはね。ちょっと信じられへんやつですね。ですね、やっぱり僕の中では最初の方かな、やっぱ10ボードぐらい、12とかかな、パターン1とパターン2の間ぐらいが一番いいんじゃないかなと思いましたね、この辺ね。よし最後、この辺がいいんじゃないかなと思いますけどね。わあ、セブンテン、わあ、くそー。ということで本日は199、なんだよもう9本倒れたら200やったのに。まああんだけいろんなところ投げてね、199だったら上出来でしょう。まあ、僕なら10ボードぐらいが理想かなと思いました。まあ皆さんね、球質が違う、センターが違うんで、どうやって攻めるか、楽しみにしてたいと思います。はい、ということで本日の内容、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。皆さんね、それぞれ応援してるプロ、ぜひたくさん応援してあげてください。よろしくお願いします。ということで本日は以上です。ありがとうございました。